さっき朝食に魚を食べたんだけど、まあ美味しくいただけたのは良かったんだけども、その食器に魚の匂いが染みついちゃってさ、なかなか取れなくて苦労したんだよね。で、さらにさ、他の食器も同様に同じたわしで洗っててさ、他の食器にもさ、魚の匂いが移っちゃって、でも全ての食器がさ、生臭くなっちゃって、もうどうしようかって感じだったんだよね。で、まあ最初に思いついたのが、コーヒーの出がらしね。コーヒーの粉の出がらしで消臭効果があるって聞いたことがあるから。それで、洗ってたんだけども、まあちょっとはマシになったけども、でもやっぱりうっすら魚の生臭さが残ってて、で、まあ100%は匂い消えなかったんだよ。で、まあ気にしなきゃいいレベルなんだけども、やっぱり気になるからさ、まあどうしようかなと思って。まさか市販の中性洗剤とか使うわけにもいかないしなって。で、いろいろ考えたんだけど、まあ、これね、このセスキ炭酸ソーダっていうので、だいぶ匂いが取れたね。なんか前さ、魚の生臭さを取るには、重曹を水に溶かして、で、その水に食器をつければいいって、なんかで聞いたことがあって。でもうちには重曹がないから、まあでも似たようなやつで、そのセスキ炭酸ソーダってやつがあるから、これで試したんだけども、だいぶ匂いが取れたね。まあ重曹よりもそのアルカリ成分が強いのがこのセスキ炭酸ソーダってやつで、ちょっと値段も重曹よりも高いんだよね。で、同じようなやっぱり消臭の効果があって、まあ無事に食器も生臭さが取れてよかったんだけどさ、まあこんな感じでそのセスキ炭酸ソーダを溶かした水にこういうふうに食器をつけて、で、まあ10分ぐらいつけて、あとはさーって流せばもうほとんど生臭い匂いも消えてね。ちょっと待って、嗅いでみよう。やっぱり消えてる。よかったんだよね。まあこれ、いつもは洗濯するときにちょっとさ、入れてるんだけどさ、で、これだけでも結構その洗濯汚れ落ちるからいいんだけどさ、他にもいろいろ用途が、なんだ、ここに書いてるんだけど、換気扇の油汚れとか、まああとはグリルの油汚れとかさ、やっぱりその酸性の汚れに強いんだよね。だからまあ、もし魚の生臭い匂いとかで悩んでる人は、こういう重曹なりセスキ炭酸ソーダでね、つければいいんじゃないかなと。それでだいぶ匂いが落ちるからね。まあでも大体さ、普通のうちなら中性洗剤でなんとかなりそうだけどね。大体あれ、香り成分が入ってるから、それで強制的に魚の匂いが打ち消されるじゃん。まあうちはあんまりそういう強い洗剤使えないから、なんとか、まあこういうセスキソーダとか使って匂いを落としてるんだけどね。まあ小屋暮らししてるなら、これ一つ常備しとくといろいろ役に立つからね、いいと思いますよ。じゃあ今日はセスキソーダについてのお話でした。